属してから、うん、つまり分裂が終わってからでしょ。分裂が終了してから次の分裂の終了まででしょ。130時間もないよね。次の分裂終了までの一周期のことでしょ。つまり G1 から、G1 期から次はG2 の間に何かあるでしょ。 S 期 G1 期 S 期 G2 期で M 期でしょ。で細胞周期を1周期すると細胞数は何倍になるの？ 2 倍だよね。じゃあ今回の図1見ると細胞数が2倍になるまでどこが見やすいか、どこの部分が見やすい？ 2 倍って2倍になってるとこ探して、何から何になってるとき数、そう 5×10 の5乗から 1.0×10 の6乗だよね。今違うの言おうとしてた。2倍ってことは 5×2 で10なんだから 1.0×10 の6乗でしょ。えこれ2倍になってるの分かる？ 5×10 の5乗じゃ単純に2倍すると 10×10 の5乗だよね。でこれを 1.0 に直すってことは10分の1してんだから、こっちを10倍しないと数合わないから10の6乗でしょ。分かった？毎回この中学生高校生のなんか最初の計算のところでお前いつも「2倍ってことは10の10乗じゃないんですか？」とかさ、そういうこと言うと怖いね。ないからじゃないし、10の10乗って15回かけてるから、さらにね。ちなみに10の5乗したらかける10の5乗しちゃったら何倍になるの？5×10 の5乗に10の5乗をかけると、10の5乗ってこれ10を何回かけてんの？でまた5回かけたら10何回かけてるの？合計ちょっと待って、これも10を5回かけるんだよ。だからこれ足し算するんでしょ。これだから 5×10 の10乗でしょ。指数の計算が、はい、じゃあちょっと話戻って、はい、1.0×10 の6乗になりましたと。はい、これ何時間かかってますか、これ。そう、20時間かかってるよね。つまり今回の問題の1周期、つまり細胞周期は20時間なんですよ。細胞周期が20時間なんです。今のお前のトンチンカンな計算でこれ動画にできなくなったカットめんどくさいんだよ。ちょっと声張って授業したのに。 OK? はい、じゃあでも今回分裂期を出すんだよね。細胞周期は何時間ですかって言ったら20時間だよ。でも分裂期を出すってことは細胞周期全体の中で分裂期が何パーセントか出せばいいんでしょ。はい、何パーセントですかと。はい、何で書いてある？培養開始から50時間後に細胞を一部採取し DNA を染色して観察したところ、凝縮した染色体を持つ細胞が 10% 見られましただよね。ここまで大丈夫ね。で、まあこれ問題の言い換えなんですけど、問題文に一応メモしておこうか。細胞周期20時間とどこを切り取っても動画に使えるようにこう書いていくそう、あなたとこうカメラと両方意識してますからプロはね、はい、プロですから僕。はい。で、凝縮した実験1を見ると、凝縮した染色体を持つ細胞って書いてあるよね。これが 10% 見られたと。どこで 10% 見られたの？50時間後、つまりもう1細胞周期は終わってるよね。でパーセンテージって別にさ変わんないの分かる。別に100時間やって 10% だったものって1000時間やっても 10% なの大丈夫？割合って変わんないでしょ。もちろん個数は変わるよ。だからパーセンテージだからね、変わんないでしょ。じゃあ凝縮した染色体を持つ細胞ってこれ何かっていうと分裂期の細胞のことだよね。これ分裂期の細胞が 10% 存在してると。で同じ全部スピードで細胞分裂が行われるとした場合、存在している割合ってかかってる時間の割合と同じって分かる？全体の細胞分裂のスピードが同じとした場合、全体の中で存在しているその細胞、その分裂期の細胞の数っていうのは全体の中で分裂期にかかってる時間っていうのは分かる？そう。ってことは個数を数えれば時間が分かるじゃん。だよね。だから分裂期の細胞が 10% 見られたってことは分裂期は細胞周期の中の何パーセントを占めるの？そういうこと。分裂期っていうのは細胞周期の 10%、 つまり20時間かける 0.1 なわけ。つまり2時間でしょ。